ありがとうございます。これから今2年生、3年生で演技をさせていただきますが、今部活動を取り巻く環境もなかなか厳しいものがありまして、時間の規制、運営の規制、小学校、中学校、高校、どんどん部活が減ってます。私は間違ってるんじゃないかなと思ってるんですが、中学高校時代にできるだけ一つのものに打ち込む時間を持つことは必要だと思っています。それでは1年生のドリーとちょっと違いまして、お弁当の差があるかどうか、まず最初の曲ですが、茨城の代名詞、県外に行くと必ずこの曲でスタートします。茨城ってどこですかって聞かれるんですよ。東北から来たんだ、上野から来た東北だと思ってらっしゃる方がいて、気がつかって大変ですねなんて九州の方と言われてしまいますが、この曲で、とても平和なところです、紹介したいです。それではお願いします。